バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイはね、ちょっといつもより声高めでしょ実はですね、別なねラジオ番組の収録を終えたばかりなんですけれども、やっぱりラジオっていいなーってつくづく思ったヨーコは一人寂しくお届けしておりますけれども、最後までイチャイチャいつも以上にねパワフルにねお届けできるんじゃないかなと思っておりますので、最後までハートフルにお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。今夜のまず1曲目はですね、もう梅雨って感じになってきましたね。沖縄は特にね梅雨感強いんでしょうけれども、鹿児島もね晴れると入道雲が見えて、とはいえ結構じとじとね湿気を持ってるなーっていう感じで、素敵なね5月の下旬を迎えておりますよ。とはいえ梅雨といったらこの曲というよりも、雨といったらこの曲かなというね曲を1曲目お届けしたいと思います。お聴きください、ヨーコで片しぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに青い光、雨の音が聞こえる。夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪った。もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく。ただ懐かしい思いがそっと熱を帯びて、よくの違うと
お届けしました曲は陽子で片しぐれでした。この曲さ、結構女性って感じがしますよ。でね、この曲をリリースした時にはすごくね評判がよくって、特に女性にね評判よくてですね、しかも火曜日の10時とか11時とかのちょっとドロドロしてるかなみたいな恋愛ドラマの主題歌にぴったりなんじゃないかというアドバイスまでいただきましてね、嬉しかったなーってねちょっと思い出しますけれども、最近ですねよく歌詞のメモが増えてきまして、というのも一つの事柄をいろんな方向から見るっていうのがね、一時期はねちょっと自分自身にいっぱいいっぱいでなかなかね他の視点から見ることっていうのが難しかったんですけれども、最近はね他の視点から見るっていうのが楽しくなっちゃって、そうそう、先週ね娘の弁論大会の話しましたけれども、弁論大会にこう言いたいことをみんなね言い合うわけですよ。それを私は弁論大会がなくても曲を作って歌詞を書いて言いたいことをいっぱい言えばいいんだっていうね、シンプルな、まあだからシンガーソングライターしてるんでしょって言われたらそこまでなんですけれども、そうね、そういうことをねできるってありがたいなーって思って、ちょっと前はさ世界平和を願ってって思ったけど、今ね実際に大きな戦争が起きているのを目の当たりにすると言葉が出ないんですよ。苦しくて悲しくてね。でね、女友達とね3歳からの親友とね話をしたんですけど、まあ、彼女もお母さんで、彼女はね、まあ、今妊娠中なんですけれども、旦那さんにね妊娠を変わってほしいって思うことがあるって言って、男性と女性と交互に妊娠できたらもっとねこうより良い社会になるんじゃないかっていう話を聞いて、あ確かにそれは面白いねって言った後に、あって気づいたのが、女性だけじゃなくて男性も赤ちゃんが産めたら戦争ってなくなるんじゃないかなって思ったんですよ。これね、まあ、電波に乗せて自分の言葉を言うからちゃんと責任を持たなきゃいけないって思って発信する言葉ですけど、なぜかって言ったらね、戦争ってさ男性がさやっぱり起こしてしまってるんじゃないのかな歴史的にってちょっと思えてならなかったのね。もう歴史全てを知らないから一概にそういうことを言ってはいけないと思うんですけれども、やっぱりさ私もお母さんで命を授かってね出産をやっぱりするとね、本当にね一つの命がね当たり前には生まれてこないし、どうやったら守り抜けるんだろうって自分がねもう心配で心配でおかしくなってしまうくらいね、やっぱり出産経験のある方はそうだよって、そういうものだよって思われると思うんですけれども、ホルモンバランスとかそういうものも全てね赤ちゃんのため、そしてその赤ちゃんが成長すればするほどね、きっと私が80歳になって娘が60歳になっても同じ気持ちだと思うんですよ。とにかく大事な命を守るためにはどうしたらいいのか、彼女が傷つかないように彼が傷つかないようにってお母さんも常に思ってる。それをさルール違反の前にやっぱり戦争を起こすっていうこと自体がねあってはならないことって本当にね分かってほしいよねってもうつくづく思う。それで戦争に伴ってねいろんな犯罪があってもう悲しい苦しい、きついですよね、痛いよね、もう想像できないからこそどんなことがねどんなね苦しみが起こってるんだろうって思うととにかくもういたたまれないです。でね、私は曲に関してもこういうラジオに関してもさ自分の気持ちは言ってるけど深く掘り下げないで言おうとちょっと心に決めてました。というのも傷つけてしまう人がいるんじゃないかとか、いやそれは違うだろうって浅はかなね気持ちしか伝えられないんじゃないかって思ってしまってね。だけどこのねラジオを持って自分の意見をね発信できるっていうことはねなかなかできないこと、すごく恵まれたチャンスだなと思ってね、時にはねやっぱり本当に自分の本音だけをね伝えていきたいなってちょっとね
ごめんなさいね、言葉が詰まりで、最近ねすごく思うんだよね。で今日もラジオ収録してきましたって、ね、冒頭にお話ししましたけれども、その時にもねやっぱり自らね命をね絶ってしまうっていう方のねお話、まあ私が収録してきたのはですね、フレンズ FM さんという鹿児島にあるラジオ局で、毎月第1、第3土曜日夕方5時30分からね放送の123シオンで GO っていうね、そちらで鹿児島を代表するお寺の西福寺という最も福を呼ぶ寺って書くんですけれどもね、そちらの池口豪仙貫主がねお話もなさるんですよ。でまあその中にね今回はねやっぱりその自ら命を絶つっていうことに関してのお話があったんですけれども、でさ私もね生きてればねやっぱり苦しいことも辛いこともありますし、だからこそ大事な人を守って大事な人と毎日幸せに暮らしたいってやっぱり思うわけですよ。でね、まあ、ちょっとそのラジオはぜひねそちらも聞いていただきたいんです。私がね今日、あ、ヨーコだからこういう風なことを話してるのかなみたいなね、こんなテンションなのかなみたいなことも、まあ、理解していただけるかもしれないんですけれども、まあ、ラジオがね終わった後にもねいろんなお話ができて、そちらでもねちょっとパワフルパワーアップしたなって思うんですけれども、まあねいろんな思いはあるんですけれども、今日はとにかくね命をね皆さんねやっぱり大事にしないといけないよねね、日本人だからとかそういうことではないけれども、やっぱり私はね日本で生まれ育ってアメリカとかねカナダは行ったことありますけれどもね、やっぱりね母国愛っていうのは大事で、でその母国愛は決して人を傷つけるものではなく、自分たちの未来世界をね、まあ、地球自身をね守っていくっていう思考のもとにね持つべきだよなとかもねやっぱり思っちゃいますけれどもね、まあとにかく今日はいろんなことを思ってるんで、ヨーコもねちょっといろんなチグハグをねお届けしてしまっておりますが、まあとにかく私はね今歌いたいかなと思って私のこの曲をお届けしたいと思います。ヨーコで Beautiful Days。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないならわからないなら変わらないなら選ぶ先にあなたがいる、未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それではない。空を見上げて心を強く悲しみさ
ことができなくても心と心抱きしめて私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲は陽子でビューティフルデイズでした。この曲を作った時もね、冬の曲でみんなでねゴスペルな感じでさ、声高らかにみんなで平和を願って歌いたい、そういう曲を、そういう歌詞を書きたいと思って、作った曲でございました。はい、ではね、今日最後の曲紹介する前にちょっと恋バナでもしたいなと思います。皆さん最近恋をしましたか？唐突、どうしたようこってね。ようこはですね、人生において恋は大事だと思うんです。で、私の場合は一生を愛してくれる人を探しており、まあ、もちろんみんなそうだと思うんですけれども、1対1でしかまあ恋愛ってできないじゃないですか。まあ、海外ではさ、お付き合いする手前のお試し期間は何人とでもね、こうなんていうの、好きだよみたいなアピールをしていいとかいうね考えもあるらしいんですけれども、私は苦手でございます。まあ日本人のね、男性も女性も若いうちはそういう価値観がある子もいるでしょうけれども、まあ、おばちゃんはね、至ってこうそういう価値観にはね、まあ賛同できなくて、かといってそういうね価値観のもと男女交際をしている方たちを否定もしないし、むしろ応援しますよ。とびきりのね、大事な人理由をね見つけ出せたらいいねと思ってね、歌でも恋バナでも応援したいと思うんですけれども、まあよくね夢見たんですよ、久々に。でさ、まあ35歳でお母さんになるとさ、まあ、恋愛っていうものをさ求める機会っていうのはそうないわけですよ。でね、でも夢はね、誰でもね、夢の中で恋愛しようが、まあ声をかけられようが、まあ、自由だなってちょっと久々に思ったんですけれども、でね、横のね夢でね、なんかねラブストーリーがあったんです。私が主人公じゃなくて、目の前でなんか知らない男性と女性のねラブストーリーを、まあドラマみたいにね見てたの。そしたらさ、自分の曲が流れてきたわけ。そしたらなんかすっごく嬉しくなっちゃって、あ、これまさ夢かなって思ったんだけど、よくよく考えると、まあまあもう一つね、でその後また起きてもう一個夢を見たんだけど、その夢でね、可愛い女の子がいて、あなたはどんな曲に支えられましたかとか、どんな曲が好きですかっていう街頭インタビューで、その知らないちっちゃい女の子がね、ようこの、なんていうか、ミントチョコレートが好きですって言って、そしたらレポーターさんが、え、それ誰ってなるわけですよ。知らねえよみたいな。で、今の時代だからね、 YouTuber だろうみたいな話した時に、え、なんでようこさんを知らないんですかってその子が言ってくれるわけ。あ、めちゃくちゃ嬉しいなと思って、起きたら夢だったんだけど。まあね、でその時に、あ、自分の曲がどういう恋愛に合ってるのかなっていうのをね、まあ起きて考えたんだよね。で、この曲はこういう恋愛に向いてるのかな、あ、この曲はこの恋愛に向いてるのかなと、まあ、結局その若い時の陽子が作ってる歌詞はその時の恋愛も入ってたかもしれませんが、かといってリリースしてる曲って結構恋愛の曲ばっかりじゃないので、あ、この曲ってじゃあどんな人のどんな恋愛に寄り添ってあげられるんだろうって思ったら意外とないんだよね。それはね、ちょっとね、これからの課題だなと思って、もう最近、さっきも言いましたけど、もうピースフルなハッピーフルな曲ばっかり作りたくなっちゃって、歌詞もそういう歌詞ばっかり、もしくは自分自身のね奮い立たせるようなワードを
曲に込めたみたいな曲ばっかり発信してたんですけれども、恋バナって言ってますけど、皆さんのね恋バナも募集したいなって思ってちょっと恋バナしましょうって言ったのあります。なので皆さんもね、あ、こういう恋愛した時にこの曲に助けられたよみたいなメッセージとか、あとはこういう恋してるんです、陽子さんにだけ言いますとかね、もちろん匿名希望で大歓迎なのでね、でそこに対してこういう恋を応援する曲作ってくださいとか、こういう曲だったらこういう恋も応援できるんじゃないとか、力になれるんじゃないみたいなアドバイスとかね、まあ、そういうのもいただけたら嬉しいなってね、ここ最近の夢でねちょっとね悟ったの。だから今回はカバーアルバムを作るためにね今動いてるけれども、今年はねいろんな曲を発信していきたいので、自分の曲もねもう気楽にねこう発信していこうかなと思ってますんで、カバー曲はまあ CD を目指しておりますが、自分の曲はね気軽に発信していこうかなと思っております。はい、なのでぜひ皆さんの体験談ください。極力恋バナでとかね、今あの人のことを思って胸が痛いからこういう気持ちを歌詞に込めてくれとかね、あ、もう大好物大歓迎待ってますよ。まあ陽子が恋に飢えてんのかと思われたらもう助けてやってくださいよっていうことでね、ぜひアドバイスワードお待ちしております。ということで今夜最後の曲は、長いのでねどこまで皆さんにお聞きいただいてるかわかりませんけれども、陽子でミントチョコレートをお届けしております。陽子のバニラスカイ、皆さんからのメッセージやリクエスト、愛のあるお言葉大募集しております。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛にお願いいたします。陽子へのラブレターだと思ってお待ちしておりますわよ、お待ちしております。よろしいでしょうか。ぜひねミントチョコレートもねフルバージョンで聴いていただきたいし、最近ね YouTube ありがとうございます、キス&ハグのミュージックビデオめっちゃ人気じゃないですか、嬉しいね、めっちゃ嬉しい。ぜひねヨーコの YouTube YOKO ヨーコ鹿児島ですぐヒットしますのでね、ホームページは YOKO ヨーコ japan.com でご覧いただけますので、喋ってるヨーコはどんなやつなんだってね思ってください。ぜひ検索してみてください。あっという間に今週のバニラスカイも終わっちゃいますけれども、心と心をねつなぐね音時間大好きでございます。人生の大好物でございます。ヨーコ好きなものね何ですかって言われた時に、好きなものとかじゃなくて私には音楽しかないんだと思ってた人生が、最近ねもうもちろん東京ドームのねライブは目指しておりますよ。もう最近ここ最近ねめちゃくちゃ強くて、どうやったら東京ドームでできるかと思ってね計算までしております。売れるための計算までしておりますが、とにかくね皆さんのことを思って生きている間、そして自分の人生もとってもとても謳歌しながら、一日一日がね自分らしく過ごせていけることがもうとにかく好きなこと幸せなことだなと思っておりますのでね、そちらの陽子も温かく見守ってもらえると嬉しいです。ぜひぜひ SNS もフォローしてやってください。では皆さん今週も一週間皆さんらしくハッピーでいてくださいね。いいですか。陽子はラジオバニラスカイのおかげで、皆さんのおかげで毎日毎日ハッピーに過ごせる人間になっておりますよ。ぜひねそちらもねお裾分けしたいんでお約束でございます。皆さんハッピーで過ごしてくださいね。ではまた来週楽しくお会いしましょう。メッセージ大募集してますんでお願いいたします。では皆さん一緒にせーのバイバイハッピー。